ビッケンバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムュタット D 軍に、属す、マチソン。ビッケンバッハは、ヘッセン州のベルクシトラーセ北部、ラインマイン大都市圏とラインネッカー大都市圏の中間に位置する。ビッケンバッハは、北は、プフング下と、東は、ゼーユーゲンハイム、南は、アルスバッハイコールヘーンライン、西は、ゲルンスハイムと境を接する。ビッケンバッハは、 ビッケンバッハ地区単独で構成される。ビッケンバッハは、ドルシュ文書中の贈与証明書に、874年に、初めて記録されている。15世紀の終わり頃まで、ドルシュ修道院と密接な関係にあり、その霊園として統治された。その後、1714年に、エアバッハ博が、ヘッセンダルムシュタット法博に売却するまで何度も、領主が入れ替わった。 町から南西約2キロメートルに山城の一種であるもっての遺構がある。この城はビッケンバッハ市の本拠地であり、1130年に初めて記録されている。ビッケンバッハの町役場第二次世界大戦後の町長を歴史する。ビッケンバッハの町議会は25奇跡からなる。プロテスタント教区教会プロテスタントの教区教会は、後期ゴシック様式の斎藤と、 古典主義様式のホール建築の長堂を持つ。かつてのヘッセン砲博の狩りの城は1720年から1721年の建築であり、現在は町役場として利用されている。さらに、ビッケンバッハには世界で唯一の靴型博物館がある。見学には申し込みが必要である。ビッケンバッハはマインネッカー鉄道沿いの交通の美の良い場所にある。 レギオナルバーンやレギオナルエクスプレスの列車がビッケンバッハとダルムシュタットやフランクフルトアムマインあるいはマンハイムやハイデルベルクとを結んでいる。バス路線の計50系統がビッケンバッハからアルスバッハイコールヘーンラインあるいは j u g e n h i やミュールタールまで運行されている。ベンスハイムやヘッペンハイムへはマインネッカー鉄道の他にバス路線669系統が結んでいる。 1961年までビッケンバッハ駅でマインネッカー鉄道からビッケンバッハ、ゼーハイム線が分岐していた。ビッケンバッハには自然食品、エコ日用品スーパーマーケットのアルナッチラの本社がある。この会社はやはりこの町に本社を置いて活動していたアルナベットとアルナッチラネイチャーテックスティルが母体となっている。ルートビヒカイルヘッセン収集議会議員。 ありがとうございます。